極物道場。極物道場とは、世の中にある変なもの、変わったもの、役に立つのという極物を紹介し、称号を与えることで新しいものを作り、世に送り出したクリエイターに敬意を示す道場である。さて、今回はどんなものが登場するのだろうか。はい、今回のケアものはこちら、じゃあスマホ拭きます、オートミーということで、要はね、お掃除ロボットの小型版ですね。で、こちらはね、この大きさだと部屋のお掃除はできないので、スマホの画面を拭いてくれるおもちゃでございます。では早速開けてみましょう。はい、開封してみると、本体と取説と、それからですね、クリーニングシートの替えが入ってます。はい、本体を開くと、ですね、電池は、炭酸1本でいいようですね。エコでいいですね。はい、じゃあ早速電源を入れてみましょう。オン。はい、回ってます、回ってます。あ、結構ゆっくり丁寧に仕事しますね。あ、曲がりました。はい、それではね、早速拭いてもらいましょう。光にね、当てるとよくわかるんですけども、手垢だらけの、私のスマートフォンですね。じゃあ早速掃除してみます。スタート。あ、これあれですね、スマートフォンから落ちないように自動でこう向きを変えてくれてるんですね。じゃあしばし待ってみましょう。はい、ちょっとだいぶ経ったんでね、一回止めます。はい、いかがでしょうか。おお、走った跡がよくわかりますね。はい、せっかくなんでね、タブレットも掃除してもらってますけども、今回の、スマホ拭きます、オートミーうるさい。はい、ということで今回の、オートミー S の称号ですけども、こちら、ダーン。手で拭いた方が早いとか言っちゃダメなど5段。はい、ということで、こちらね、実用性はどうかっていうのは、皆様の判断にお任せしますけども、まあね、いいじゃないですか、これね。憧れの、ロボット掃除機がこの小型サイズでね、しかも子供のお小遣いの、範囲で買えるということで、これパーティーとかにね、持ってたら絶対ウケると思いますんで、見かけた方はぜひゲットしてみてください。ということで、今回はオートミー S を紹介しました。次回もお楽しみに。